私の名前はみのり。今日は彼氏であり F1 ドライバーのコウに連れられ、ここ三重県にある鈴鹿サーキット場にやってきていた。なあ、すんげえだろ。ここは日本一のサーキット場なんだ。へえ、まあすごいけど、具体的にどう日本一なの？それはな。おう、君、興味があるか？俺たちが作ったこの鈴鹿サーキット場に。そこには初老の男2人がいつの間にか立っていた。誰だ？このサーキット場のちょっとした関係者さ。よかったら説明してやろう。このサーキット場がどうしてできたのかを。時はかなり遡る。ホンダという会社に勤めていた2人はとある現実に悩んでいた。騒音問題で日本唯一のサーキット場が廃止。嘆かわしいな。ま、そういうこともあるだろう。今は目の前の仕事に集中しようぜ。鈴鹿の土地が21万坪あるし、そこを有効活用してレジャー施設を。何がレジャー施設だ。投げっこだの綱引きだのはバカでもできる。俺が欲しいのはそんなもんじゃない。レース場だ、レース場を作れ。社長である総一郎はそう言った。レースをしなきゃ車はいつになっても役ならん。自前のレース場で他の奴らに負けてみろ。かっこ悪いだろ。技術者は必死になって他社に負けない車を作る。そのために。社長、落ち着いてください。新聞がもったいないです。社長、やりましょう。社長、日本一のサーキット場を。全然予算ないならうちの家も抵当に入れますので。お前も落ち着け。必死すぎて怖いわ。ああ、燃えてくれたなら何よりで。早速委員会を発足するぞ。そんな3人の思いが交差し、サーキット場の候補を探し始め、第一候補は三重県の鈴鹿になった。竹雄、確かにいいところだな。一周4キロくらいのコースにはなるだろう。そうだな。そのためには田園を潰して。もう一度言ってみろ。米はこの町の宝だ。水田を潰すのは断じて許さん。すいません、すいません、浅はかでした。あの辺の丘陵地帯を使おう。50万坪は確保できるだろう。そんな一悶着もありながら、サーキット場の建設地は鈴鹿の土地に決まり、貞雄はヨーロッパへ視察に行った。で、社長、なぜデザインを貞雄に？経験者でしたっけ？いや、未経験だが、なんかいけそうな気がしてね。そんな理由で。どうも、戻りました。ついでにオランダでプロも見つけてきました。視察から戻ってきた貞雄は、オランダのレースサーキットの設計のプロ、ジョン・フーゲンホルズであった。サダオ、なんてどこに連れてきたんだ。マムシがいるぞ、マムシが。ねえ、言っただろう。なんか行けそうって。うちに専門家がいないから、海外からツテを見つける。なるほど、サダオの得意そうなことですね。めったに。サーキット上の設計のアドバイスだなんて、他力本願にも程があるだろう。まずは君たちの意見を。一応青写真はできてます。こちらです。青写真って君、素人だろ。素人の考えるサーキット上だなんて。ファイヤーのすり減りのことを考えて、立体交差や S 字カーブを入れてます。まあまあだな。結構重要なところを押さえてるじゃないか、こいつ。ですが社長、土地はもう少し広く取るべきです。将来的な拡張の余地を残して客を飽きさせない工夫が。何言ってるんだ。これ以上予算増やせるか。クビにするぞこの野郎。大丈夫なのか彼らは。まあガッツはあるので。時には言い争うこともあったが、サーキット上の計画は確実に進んでいった。まだまだ甘い部分がある。なんでパドック裏にヘアピンがあるんだ。これじゃ場内放送が聞き取れない。なるほど、確かに。
観客の動線や監視ポストの位置はこれでいいか？いいわけないだろ。ここの入りも全然ダメだ。いいサーキット場になりそうだ。そんな紆余曲折があり、サダオ、タゲオ、君たちはとんでもないものを作ったな。鈴鹿サーキット場は完成に至った。苦労されたんですね。貴重なお話が聞けて嬉しいです。社長とは何度揉めたかもう覚えてないけどな。ま、結果的にいいサーキット場になってよかったじゃないか。特にサダオのこだわりはすごかったな。路面舗装？ああいうところだよ。素材とかこだわったってことですか？こだわったと言っても大したことじゃない。ジョンと一緒に世界各地の路面舗装の素材を靴べらで削って持ち帰って、その材料を元に舗装会社に依頼したんだよな。とても大したことだった。めちゃくちゃ手間かかってるじゃないですか。ま、楽な仕事ではなかったよ。曽川の雑願を6ヶ月かけて集積したからな。それにだ、このサーキット場があるから今の高速道路ができたんだぜ。おお、よく知ってるな。その通り、高速道路の舗装にはこのサーキット場の路面を参考にしてくれたんだ。なんで光太郎が得意げなのよ。まあでもそれはすごいことだね。あと世界からも高い評価をしてくれている。1988年、アイルトンセナがスタート時にエンジントラブルで交代した時。知ってます。そこから鬼神のような走りで順位を取り戻して27周目に逆転して初のワールドチャンピオンになったんですよね。スプーンカーブを曲がるとき神を見たよ。実質その選手の功績であり、コースは関係ない気がするが、その選手にとっては記念すべき功績になった。思い入れのあるコースだったのだろう。それだけの選手がベストな実力が発揮できたんだね。じゃあこのサーキット場って簡単ってこと？みのりそ、むずいよ。摩耗係数はえげつないし、 S 字をミスると立て直しは難しい。デグナーのカーブが特にえぐくて、クラッシュした車も後を絶たないよ。専門用語のオンパレードであったが、一筋縄ではいかなさそうだった。要は難しいのね。ああ難しい。レイアウトの評判はいいんだけどね。8の字とかすごいし。ま、裏を返せば実力が反映されやすいコースかもな。その時だった。レース中の車が盛大にクラッシュした。大丈夫なの？まあちょいちょいあるな。スタッフさんの回収も大変だね。ああ、それなら心配ないぞ。ここのスタッフは数も多くて優秀だ。って言ってもクラッシュの後処理は大変でしょう。まあそうだな。確か実動は500人くらいいるから16分くらいはかかるな。サダオの言った通り、しばらくするとコースは元通りになっていた。いや、早すぎでしょう。さすが鈴鹿のスタッフ。海外からスタッフ研修に来られるだけあるぜ。さらによく見ると、コースの中央分離帯にもスタッフは立っていた。結構スレスレに車通るじゃん、あそこ。そこまで危ないんならそこそこ給料良かったりするの？ねえ、確か日当8000円くらい？正直割に合っているとは思わなかった。せめてもう少し渡してあげなよ。そんなコースに関するレクチャーを受けながらもレースは進んでいったが、長時間のレースというのは観客側にも負担は少なくない。さすがに飽きてきた。ねえ、ああまだまだ見どころはあるのに。まあそんなものさ。そういう人たちのために俺たちは工夫したんだよ。工夫？サダオが差し出してきた鈴鹿サーキット場のパンフレットには、鈴鹿サーキット場隣接の遊園地の情報があった。え、サーキット場なのに遊園地があるの？そういうことだ。拡大の余地を残すため敷地を広く取る。サダオの作戦勝ちってやつだな。鈴
鈴鹿サーキット場の遊園地はものすごい充実度だった。すごい楽しい。レースやっほーい。それはもう我を忘れて楽しんだ。そして私の退屈感はすっかり解消された。すごいですね、これ。まるでディズニーランドに来た気分です。ま、ディズニーより先に作ったけどな。まあ楽しかったけど。レース、カー君、あれを見なさい。あれ、竹雄が指差した方向では子供たちがゴーカートに乗っていた。まあ楽しそうですけど。楽しさももちろん考えている。だけど気づかないか。そう、この遊園地には自分で運転をして動かす遊具をたくさん取り入れているんだ。発進。そっか、車の楽しさを教える文化のために。レースがない日はもっと濃い車関係のレクチャーもあるからな。子供を F1 の沼に引きずり込む構造は完璧なのだよ。モットーに対してやってることが怖かった。まあ楽しく学べるならそれでいいか。ま、何にせよサーキット場の魅力を知ってもらえたなら何よりだよ。今日は来てくれてありがとう。いえ、こちらこそ。あ、私が握手をしようとすると貞夫と竹雄の姿は消えていった。え、あれ、そっか、二人はもう年齢的にこの世に。私たちに鈴鹿サーキット場の魅力を伝えてくれた二人はもうこの世にいなかった。化けて出るほど魅力を伝えたいサーキットか。それならせっかく来たんだし楽しまないとね。イエーイ。鈴鹿サーキット場では今日もたくさんのファンが声援を上げている。外国の選手、日本の選手以外にもメカニック側にもファンがいる。そんな大盛り上がりのサーキット場がこれからも末永くたくさんのファンに愛されることを心から願う。